はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、もう、コナミさんにはライセンスとかいうものはないんですかね。チャンピオンズリーグの、ラウンド16の方からですね、週刊 FP が登場ということで、本当にライセンスはどうなったのかなというところなんですが、まあ、ユーザーからしたらね、かなりありがたいですし、激アツなね、週刊 FP ガチャだったんじゃないかなと思いますけども、ご覧の11選手が登場ということになっております。これは熱いですね。まあ、本当に複数回登場している選手もいますけども、まあ中でも本当にサウールだったり、ここら辺の選手はなかなかね、週刊 FP の方でも登場していないので、かなり期待ができる選手だったんじゃないかなと思います。ぜひですね、コメント欄にて皆さんの引きも教えていただきたいと思います。ということで、早速行きましょう。どうぞ。まずはバイエルンの方からはですね、レバンドフスキ選手ということで、この選手ももう何回登場したんだっていうぐらい来ておりますけども、ご覧の通りとなっております。まあ、週刊 FP の方ですので、上がった能力者はですね、グラウンダーパス、瞬発力、そしてボディコントロールが、しっかり上がったという形にはなりますが、オフェンスと決定力は上がってないんですね。まあでも、通常から考えるとかなり、底上げとなっておりますので、かなり強いレバンドフスキ選手になってくるんじゃないかなと思います。でですね、気になる週刊 FP の方と、比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、まあ、オフェンセンス決定力はね、今回一番低いんですけども、他の部分の能力値は底上げとなっているのかなという印象ですね。まあ、特にボールキープの部分がプラス9、まあ、ここはね、アブデで変わったところっていうところもありますし、ボールキープがかなり高いのかなという印象ですね。まあその、得点能力系が下がったっていうところは少し痛いですが、まあ、今回はですね、コンワン8っていうところだったり、ボールキープの部分だったり、あとは他の能力値も底上げとなっておりますので、今回のレバンドスキもかなり強いブリに入ってくるのかなという印象ですね。で、続きまして、クラブセレクションの方と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、こちらクラブセレクションと比較すると、やっぱり今回なのかなという印象なんですが、前回のクラブセレクション、にですね、こちらが決定力が一番高いので、難しいところにはなってくるかなと思いますけども、まあ、他のところの能力値が、しっかり底上げとなっておりますので、個人的には今回の方がいいのかなというところですね。で、続きまして、マンチェスターシティの方からはですね、デブライネ選手ということで、PK、そしてアシスト、ワンアシストしていたのかなというところなんですけども、デブライネもしっかり登場ということになっております。デブライネも本当に何回登場してんだっていうぐらい来てますよね。で、ご覧の通りの能力値となっておりますけども、一番上がった能力値が、オフェンセンス、ボールコントロール、フライパス、ここら辺がしっかり上がったかなという印象ですね。まあ、特にパス系がね、フライパスカンストっていうところはかなり強化できる部分かなと思いますし、ボールコントロールも上がっておりますので、やっぱり、従来のデブライネというか、通常のデブライネよりはかなりドリブルしやすいのかなという印象ですね。で、まあ、あとのね、他の部分もしっかり底上げプラス1、もしくはプラマイゼロなところも多いですけども、プラス1しっかりされておりますので、やっぱり今回の方がいいのかなというところですね。で、逆足が3と4で、コンワン6で、レルマ総合値は97ということになっております。まあ、スキルも本当に有能ですし、ここに PK キッカーとキャプテンシーが追加ということになっておりますね。で、前回のクラブセレクションとまず比較していきたいと思いますが、クラブセレクションとファンズチョイスプレミアリーグですね。こちらと比較してみても、まあ、グラウンダーパスが一番ファンズチョイスが高かったり、スピードがね、今回下がっていたりっていうところもあるんですが、まあ、オフェンセンスだったりパス系の部分ですよね、ここら辺しっかり上がっているので、個人的には今回の方が一番いいのかなというところですね。で、次は週刊 FP ポット W との比較になりますけども、ご覧の通りとなっております。まあ、こう見るとですね、やっぱり前回のデブライネの方がいいのかなというところですね。まあ、特に今回は、ボールコントロールとフライパスが上がっているんですが、赤で書いているところが目立つ通りですね、やっぱり前回の週刊 FP が一番いいのかなというところですね。まあ、中でも、12月19日の部分が、ワンタッチシュート持っておりますので、こう考えると12月19日の、やつがね、一番いいのかなと思ったりもしてましたが、まあ、前回の、デブライネで比較していただければと思います。で、続きましてトッテナムの方からはですね、ロリス選手ですね、こちらの選手も登場となりますけれども、ロリスに関してはですね、 GK センス、キャッチング、コラプシング、ディフレクティングは全て完走なんですが、クリアリングの部分ですよね、ここがかなり難があるかなという印象ですね。まあ、ライブアップデが、いい時期はですね、使ってみてもいいのかなというところなんですが、少し難しいところになってくるのがこのクリアリングの低さというところかなと思います。で、スキル追加はなかったですね、低弾道パントキック、 PK ストッパー、キャプテンシーの3つ、プレイスタイルは小池 GK ということでですね、週刊 FP の方と比較していきたいと思いますが、PS4 の方は、9月19日のロリスが一番いいのかなというところなんですが、アプリの方は2月6日、3月5日でですね、能力値の変動はないので、まあこれはね、アイコンのかっこよさだったり、まあ今回がですね、背景が、チャンピオンズリーグ仕様となっておりますので、個人的には今回がいいのかなと思いつつ、まあ前回はですね、レベマにされている方は前回でいいのかなというところですね。
で、続きまして、ニャブリということで、ニャブリもですね、レバンドフスキに、引き続きまして、バイエルンで2人目の登場ということになっております。で、ご覧の通りの能力値ですね。まあ、基本的にプラス1かプラス2っていうところで、一番上がった能力値が、ドリブルでプラス4で97だったり、決定力の部分ですね、プラス5で89で、あとはスピードもプラス5で97ということになっておりますので、今回のニャブリめちゃくちゃ強いのかなという印象ですね。まあ、特に決定力の部分がしっかり上がったっていうところは、かなり評価できる部分かなと思いますし、ドリブル一番しやすかったり、あとはスピードっていうところもね、違いを見せられる選手なのかなという印象ですね。で、スキル面で見てもワンタッチシュートが追加となっておりますので、これがかなりでかいかなというところですね。で、プレイスタイルはウングストラガーということでですね、前回の週間 FP の方と比較していきたいと思います。ご覧の通りですね、こちらね、APS4 の方のみなんですけども、10月24日に来た分となっております。まあ、こう見たらですね、まあ、決定力が上がっていたりっていうところがあるので、今回が一番いいのかなと思いつつ、ただこれ難しいところで、前回かなり、プラスな部分も目立ちますし、難しいところなんですが、個人的には前回の方がいいのかなと思いつつ、前回はですね、スキル面でコントロールカーブ持ってるっていうところもかなり評価できる部分ですし、今回はワンタッチシュート持っているしなっていうところでかなり難しいんですが、個人的には前回の方がいいのかなというところですね。で、続きまして、クラブセレクションの方と比較していきたいと思います。ご覧の通りですね。こう見たら赤の部分が目立つんですが、クラブセレクション2回目のね、能力者はかなり高いものを持っておりますので、2回目の能力者はいいのかなというところなんですが、今回はですね、やっぱりワンタッチシュートを持っているというところがかなり評価できる部分ですので、難しいですが、今回の方がいいのかなと思いつつ、まあ、決定力も一番高いですし、今回がね、一番いいのかなというところですね。で、続きまして、サウールということで、サウールは週刊 FP の方では初登場の選手となっております。で、ご覧の通りですね、基本的にプラス1かプラス2なんですが、一番型能力値が、ドリブルがプラス4、そして決定力もプラス5、で、あとはディフェンスセンスもプラス5ですね。ここら辺がかなりでかいかなという印象ですね。まあ、特にサウールがですね、上がってきてシュート打つっていう場面も、アプリの方ではかなり多いのかなという印象ですので、決定力しっかり上がったっていうところはかなり評価できる部分かなと思いますし、ディフェンス系のね、ディフェンスセンスがプラス5で87になったというところもかなり評価できる部分なのかなという印象ですね。で、スキル追加はなかったんですが、まあ通常からダブルタッチだったり、コンカだったり、あとはワンパス、ルーパス、インターセプト、本当に有能なスキルを持っているかなと思います。プレイスタイルはボックスボックスということでですね、今回のチャンピオンズリーグの、週間 FP の方ではですね、かなり当たりの選手なのかなという印象ですね。で、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りとなっております。まあ、ドリブルが一番高かったり、決定力が一番高かったり、ディフェンスセンス一番高いので、やっぱりですね、3月5日、今回の、サウルがですね、一番いいのかなというところですね。で、続きまして、大躍進を遂げております、アタランタの方からイリチス選手ということで、まあ、かなり、ちょっと尺が長くなってきましたので、ちょっとね、省かせていただきますけども、ご覧の通りとなっております。一番上がった能力値が、ボールキープ、あとはキック力、フィジカルコンタクトですね。フィジカルコンタクト上がったっていうところはかなり評価できますよね。まあ、今作は本当にフィジコンゲーとも呼ばれているぐらいなので、ここら辺が上がったっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。まあ、本当にあの、リチッチは上の能力値だったり、あとはま、キック力だったり、ここら辺がかなり高い選手になっているんですが、ただ唯一ですね、コンワン4というところはかなりネックな部分なのかなという印象ですね。で、スキルは10個持っておりまして、プレイスタイルはチャンスメーカーということになっております。でですね、まず週刊 FP の方と比較していきたいと思いますが、オフェンスセンスと決定力が今回一番下がっているので、これはですね、10月31日もしくは1月30日の方がいいのかなという印象ですね。で、続きまして、アタランタのクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、まあ、これは今回なのかなという印象ですね。まあ、フィジカルコンタクト高いですし、ボールキープだったりキック力も高いので、ここら辺考えるとやっぱり今回のイリチッチが一番いいのかなというところですね。で、続きまして、ナポリの方からメルテンス選手ということで、まあ、チーム自体はですね、ナポリバルセロナ1対1でね、引き分けたんですけれども、あのコントロールカーブシュートというか、あのコンカー素晴らしかったものがあるかなと思いますけれども、ご覧の通りとなっております。でですね、一番上がった能力値でしっかりカーブがね、プラス4で90となっておりますので、かなり、コントロールカーブというところも狙っていけるのかなと思います。で、あとはボルコンドリブルだったりね、ここら辺のドリブル能力もしっかり上がっておりますし、個人的に決定力がね、90台に乗せたというところはかなり評価できる部分なのかなという印象ですね。で、逆足が2と3、コンワン6ということで、まあ本当にメルテンスに関してはダブルタッチだったり、ワンシューワンパス、そしてスーパーサブ持ちの選手ですので、後半からの爆発力っていうところにかなり期待ができる選手かなという印象ですね。で、まず週刊 FP 9月19日のね、分と比較していきたいと思いますが、ボールコントロール3つ上がって、カーブも3つ上がっておりまして、オフェンスセンスとスピードがマイナス3ずつなので、個人的には前回の方がいいのかなというところですね。オフェンスセンスっていうところは何者にも変え難い部分があるかなと思いますので、個人的には9月の分の方がね、
いいのかなと思ったりもしていました。で続きましてクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りとなっております。まあオフェンセンス3つ下がっているんですが、決定力がね3つ上がったりもしているので、個人的には今回の分が一番いいのかなと思いつつ、まあクラブセレクション3回目もしくは今回なのかなというところですね。で続きましてフェルナンド・バルサウ選手ということで、リオンの選手ですね、左サイドバックということで、まあガチスカ級は少し難しいのかなという印象なんですが、まあフライパスがね一番上がって91だったり、ディフェンスセンスもプラスなので85なので、まあここら辺のね上がった能力値の部分はかなりいいものを持っているかなと思います。スピード瞬発は85ずつですね。であとはまあフライパス91ということで、ピンポイントクロスっていうスキルもですね通常からは脅威の部分となってくるかなと思いますし、で週間 FP の方と比較していきたいと思います。こちら1月30日の週間 FP ですね。まあこう見るとやっぱり前回の方がいいのかなという印象なんですが、で前回に関してはワンタッチパス持ってるってところもかなり評価できる部分かなと思いますので、個人的には前回のね、マルサーの方がいいのかなという印象ですね。で続きまして同じくリオンからですね、アルアウ選手ということで、アウアル選手ですね、ご覧の通りとなっております。まあオフェンセンスがプラス5で96だったり、あとは上の能力値、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープだったり、パス系ですよね、ここら辺の能力しっかり上がっております。でスピード瞬発も87、94ということで、まあ本当に高いものを持っておりますので、本当に今回のチャンピオンズリーグの、週間 FP ではですね、人によっては本当に3番目とかね、それぐらいのあたりの選手になってくるかなと思いますけど、まあレバンドスキー、レブライネンに破りだったり、ここら辺の選手かなりね、複数回登場しているっていうところもありますので、アウアル選手っていうところも、影のね、当たりの選手なのかなと思ったりもしてましたね。でスキル面で見てもダブルタッチだったり、ワンパスルパス、そしてピンポイントクロスが追加ということで、この追加スキルもかなり有能ですよね。で、PS4 の方は前回のクラブセレクションと比較していきたいと思います。ご覧の通りですね、ボールコントロール、ドリブルがマイナスなんですが、オフェンセンス、グラウンダーパス、瞬発力が、高いですし、ピンポイントクロス持っているっていうところも考えると、個人的には今回のねアウアル一番いいのかなというところですね。で続きましてイリチッチと同じくアタランタの方からハテブール選手ということで、この選手はまあ基本的にプラス4かプラス3で、一番型能力値は決定力、そしてキック力、スピードのプラス7ということで、まあ本当に底上げとなっているかなと思います。本当にワンチャンですね、ガチスカアリーナ選手なのかなという印象ですね。まあ本当にドリブル能力高いですし、パスゲーム88、86しっかりある。でまあスタミナも95あるので、後半もしっかりやれるかなと思いつつ、ただですね後半4というところはかなりネックな部分かなと思いますので、ライバフではいい時期は使ってみてもっていうところかなと思いますね。でスキルはチェイジング、闘争心の2つにワンタッチシュートが追加ということで、プレイしたらボックスボックスという形になっております。でラストはですね、サウルと同じくアトリティコマドリーの方からヘナン・ロディ選手ということで、ロディはですねクラブセレクションでも来ておりませんので、初登場の選手となっております。まあガチスカは少しどうなのかなというところなんですが、パスゲーが高かったり、スピード瞬発の部分もしっかり90台あるので、ここら辺はかなり重宝できる選手なのかなという印象ですね。まあただコンワン4というところはかなりネックの部分かなという印象です。でスキルはピンポイントクロスとマンマークが追加ということで、プレイしたら攻撃サイドバックという形になっておりますね。ということで本日はですね、チャンピオンズリーグの週間 FP 紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にコナミさん、ライセンス問題がねどうなっているのかっていうところをちょっと明らかにねしていただきたいかなというところですし、まあユーザーからしたらですね、かなり激アツなねチャンピオンズリーグの週間 FP だったのかなと思いますので、来週のね火曜水曜っていうところも期待していきたいところかなと思います。ということで本日はここで終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。